皆さんこんにちは。レクセン認定士弁理士の納富です、今日は、一発合格者の、平原さんをお迎えして、合格の秘訣などですねお話を伺いたいと思います。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速なんですけども、世の中にはいろいろ資格があると思うんですが、平原さんがこの弁理士という、職業ですね、この資格を目指そうと思ったきっかけを教えていただけますか。はい、私は普段ですね企業の方で開発業務の方を行っておりまして、でやはりその仕事の中で特許工法を見るような機会はあったんですね。仕事の中で、そういったものを見る機会がありましたので、自分で勉強しようと思って自分で本を読んだりだとか、そういったようなことをやってたんですけれども、そういうのを勉強すればするほど、非常にこう面白いなと思うようになったのが、そもそもその知財に、興味を持つようになったきっかけですね。で、自分で勉強した知財管理者検定の、2級まで自分でちょっと取ってはいたんですけれども、もう少しこう、自分のこう武器じゃないですけど、こう引き出しを広げる上でもっと深く勉強したいななんていう思いがあったので、そこで初めてこう弁理士っていう資格に興味を持ったではないですけれども意識するようになったというのがそのきっかけになります。はい、選択科目はなかったと思うんですが、大学の時、大学院の時の、専門っていうのはどんな感じだったんですか。一応専門は化学になります。物理化学で高分子、プラスチックとかポリマーですね、そういったものの、物性なんかをこう研究するような研究室におりました。じゃあ今のお仕事はそれを生かして今お仕事されてる感じですか。そうですね、どちらかというとこう研究寄りというよりはもうちょっとこう泥臭いエンジニアリングの仕事をしているので、そういうアカデミックな部分っていうのはあまりないんですけれども、ただ取り扱っている製品が割と今までのずっと社会人の中でも高分子とかプラスチックとかが多かったので、そういう部分では生かせているのかなというふうに思ってます。はい、じゃあ合格されてこれから研修を経て、登録をされれば、弁理士としてお仕事ができるわけなんですけども、今後のお仕事の中で、この資格ってどういうふうに生かそうと思われてますか。そうですね、実はうちの企業の中で、そういう専任のものというのはおりませんで、おのおのこう勉強しているような形で実はやってるんですけれども、一つ、まず当面の目標としてその企業の会社の中でですね、そういったようなその知財の啓蒙だとか教育だとか、言ってしまえばこうサポートできるようなところから、まずちょっと貢献ではないですけれども力になっていければなというふうなことは今考えてますね。今は私が受験生の時と違って、結構企業内弁理士というか企業の中でこう活躍される、弁理士も多いですから、今会社の中でその第一人者の方がまだいらっしゃらないのであれば、ちょうどいいって言ったらですけど平原さんがその第一号になって、会社に貢献できるといいですよね。はい、ではですね、これからちょっと仕事の話ではなくて、レクの中での講座とか勉強法についてちょっとお伺いしたいと思っているんですけども、弁理士の資格取るの、結構難しいじゃないですか。で、平原さんの場合も本当に一発で合格されて見事なんですけども、その難しさがわからない中で例えば独学でやろうかなとか、そういう気持ちの方もいらっしゃるかもしれないですよね。で先ほどお話し出た資材検定2級はご自身で独学でされたってことなんですかね。そうですね、自分で勉強して、はい、で弁理士は、そうはされなかったわけですよね。レクを選ばれたわけなんですけども、まずお聞きしたいのは、その終わってみてやっぱり予備校を使うべき資格なのかなっていうことと、であと、数あるってほどないかもしれませんけども、何個かある予備校の中で、レクを選んだ理由ですね、それをお伺いできますか。はい、まず一つ目として、予備校を利用すべきかどうかという点ですけれども、私は勉強する直前の段階では
それこそ本当に周りに弁理士の人もいないですし、勉強経験者もいなくて、ほとんど情報としてはなかったんですね。その段階ではあまりこう意識してなかったんですけど、終わってみて間違いなく言えることは、利用すべきだというふうには思います。やはりその試験範囲自体膨大ですし、それも全部自分で網羅してやるということは、正直あまり現実的ではないのかなというところと、最終合格っていうその目的を早期に達成するっていうことを意識するんであれば、やはり予備校のノウハウっていうところは利用した方が、メリットとしては大きいというふうには思ってます。はい。でレックは選んだ理由としてですけれども、現実的なその理由もあるんですけれども、実はもともとの経費といたしまして、私は試験を始まる、直前ですね、実は妻が2人目の子供をちょっと妊娠してまして、で上の子も、まだその時1歳で、正直言ってとてもじゃないけど受験なんかしていい状況じゃないなっていうふうには思ってまして、現実的ではないなと。なので弁理士意識はしてたんですけれども、実はその受験をしようとまではあんまり思ってなかったのが正直なところだったんですね。で偶然なんですけども、お子様子育てしながら一発合格されたっていうような方の実務家の方のこう講習がたまたまレックであるということで、偶然知って、なんかすごくこう惹かれるものがありまして、それで聞きに来たというのが、実はそのレックに来たきっかけです。後で知ったんですけど、この合格者対談の2015年の合格者の方ですね。あ、そうですか。はい、女性の方ですよね。はい、はい、わかります。そうですね、彼女はそうですね、子育てしながら、一発合格された方ですね。はい。で、もう今終わったからこそさらに分かるんですけど、そのお話聞いててやっぱりすごい大変だっていうのが伝わったといいますか、でなんていうかちょっとその今思うと少し憧れじゃないですけど、そんな思いまでしてやっぱり取ってらっしゃった方がそういうふうにいらっしゃって、そういう話聞けてなんかすごいこう自分もやりたいって気持ちがその時に出たと、気持ちの面ですごい背中を押されたというのが、実はこうチャレンジしてみようと思った一番のきっかけです。それが偶然レックでそういうのが終わったというのが実は一つきっかけでありました。でただもちろんそれだけでレックを選んでるというわけではなくてですね、ちょうどレックといいますか、なんだかんだこう勉強はしたいなと思っていて、で私自身こう 通勤時間っていう結構取れたんですね。で少なくとも1日90分ぐらいの時間と、プラスアルファで2時間ぐらいは勉強時間は確保できるかなという見込みがあって、そこに何かこう勉強を当てたいなっていう思いが実はありまして、でその後のその実務課のその方の講習の後に先生のガイダンスがあって、で先生のそのスケジューリングっていうところで、1日これだけやるって、でもう全部日割りでここまで指示してくれるみたいな、そういったことをそこで先生の方からのガイダンスを受けて、まさにここに当てはめれば現実的にはこなせるかなっていうふうにちょっと思ったんですよね。なので気持ち面で最初のところでちょっと決まって、で戦略的といいますか、現実的にはじゃあこうやったらいけるんじゃないかっていうところが、その日の中でこう自分の中で固まって、あと家族の了解を得たりとかあるんですけれども、少なくともちょっとやってみれる、見る可能性はあるなっていうのが、そこで決まって、それでレックをと。で頭の当然実績面というところでやっぱやるにあたっては、短期で合格、最終合格まで行きたかったので、プラスやっぱり実績面というところを重視して、最終的にレックを選んだというのが、私のレックを選んだ理由になります。はい、なるほど、ありがとうございます。そうですね、今お話に出た女性の一発合格者の方も、当時幼稚園児だったかな、幼稚園児とか保育園児ですね、を抱えて、で一発合格されたっていう女性の方で、今は本当にもう弁理士として最前線ですごい活躍されていて、もうなんかあっという間に受かって、もうあっという間に第一線まで上り詰めたなっていう、そういう女性なんですけど、そういうあれですね、じゃあこうイベントっても結構大事なんですね。なんか平原さんみたいにそういうきっかけを作って
くれたっていうのはね、すごい、はい、いいイベントだったのかもしれないですね。すごく、まあ、感謝してます、うん、こちらこそって感じですけど、はい、では今ちょっとお話に出たんですけども、はい、うちのクラスでスケジュールをこう作って、で皆さんにそのまま守ってっていうか、まあ、それを指針としてやっていただいてるじゃないですか。で正直あれってきつかったですか、毎日毎日のその、まあ、割と細かくその何やるかって過去問の年度の指示ぐらいまでやってるじゃないですか、はい、であれって結構守るのって大変でした、それとも結構守れない時期とかもありました。大きく遅れるっていうことはなかったと思うんですけれども、うん、まあ、ただ先生授業中指示の中で、まあ、もしカットするんであれば過去問の部分だというところで、うん、まあ、そういう意味で その割り切りですかね、うん、割り切ってもそういうところはもうこなせない部分はカットする、うん、であとは条文の中で強弱をつけていただけるので、うん、まあ完全にもう見ないってことはないですけれども、うん、ある程度こう強弱をつけて、あと周回とかその場面場面で、うん、力を入れなければいけない条文には力を入れて、まあ、この条文はある程度こう流すといいますか、いうようなことで、まあ、少なくともこう遅れないようにっていうところを意識してはやってましたので、うん、なんとか通常の時はこなせるかなと、うん、直前期はさすがにちょっと大変でしたけど、はい、直前期あれですよね、私のオフィシャルサイトで載せてたやつをやってたってことですよ ね、はい、あれは確かにちょっとね大変でしたよね。あれは結構きつかったですけど、はい、あの当時はちょうど緊急事態宣言の中だったと思うんですよね。ですから、はい、まあ、結構テレワークの方も多いし、はい、で、まあ、自宅での、ね、まあ、移動時間がない分自宅での勉強時間が、まあ、もうちょっと取れるかなっていうふうに思ったので、はい、まあ、通常 のスケジュールだと、まあ、2.5 時間とか3時間ぐらいですね、それぐらい目処に作ってるんですけど、確かに1日ってあげるプロジェクトは1日の勉強時間2時間や3時間じゃちょっと収まらないくらいの量ではありましたよね。もうそうです、直前ぐらいのところは、まあ、もうそこはバリッキーというか、そうですよね、なるほど、なんとか食らいつこうっていう感じでやってました、はい、なるほど。ではあとうちのクラスで N プロシートっていうのを作ってるじゃないですか、はい、であれはどのように使われましたか。N プロシートは、うん、でも過去の合格者の方がやっていらっしゃったというのをちょっと真似してたんですけど、ちっちゃい縮小コピーにして、うん、条文書に挟んで、で、やっぱ条文読み込むときにこうざーっと読んでてもちょっと不安になるときってやっぱりあるんですよね、うん、ちゃんと読めてるのかなっていう、で、まあ、そういうのをやっぱり N プロシートとこう合わせて都度確認できるっていうのはやっぱり気持ちの面でも結構ちょっと安心できるというところもあったので、うん、まあ、基本こう持ち歩いてこう引っ張り出してきてチェックしてで読んでみたいな形で使ってましたね、うんうん、なるほど、はい、まあ、N プロシートは今ね平原さんおっしゃった通りの使い方が正解なんですけど、結構使い方が難しいというか、はい、特にそのまだ条文のこう読み込みがうまくできない時期、まだこう、はい、勉強が浅い時期だと結構難しいって言われるんですけど、その時期によってっていうのあります、使い始めた時期とか。正直最初は私も同じく、うん、ちょっと使い方がどういうふうに使うかなって、うん、合わせて見てるんですけど、うん、なかなかちょっと難しいっていうところはあったんですけれども、うん、そうですね、担当ゼミあるじゃないですか、の辺ぐらいからは結構そういう意味で、はい、この見るところのポイントというか、うん、いうのがなんとなく分かってきた時期ではあったので、うん、その辺ぐらいから結構 N プロシートとの合わせでしっかり見るようになったかなと、はい、で、まあ、延長決まって以降は、うん、かなりフル活用できるようになったような感じはあったんですけ どそのぐらいの時期からかもしれないですね、うん、最初多分うまく使いこなせてなかったような気がします、うん、私、はい、そうですね、今お話に出た、担当ゼミというのは、私が、まあ、担当しているゼミで、開校日2月でしたっけ、平原さんたちの代は、そうですね、延長だけど前でしたもんね、まだね、はい、試験が伸びるかどうかわからない時期に開校だったので、はい、2月開校だったと思うんですけども、問答で、ね、こう当てていくような感じなんですよね、はい、で私が問答で皆さんにこう質問するのがまさしく N プロシートの、まあ、チェック事項に当たるようなところをこう問答で質問していくので、
言ったらあれは N プロシートを口頭で聞いてるような感じではあったんですが、あれでね、こう答えられるんだったら N プロシートもある程度できるってことですよね。では、今ちょっとお話出た担当ゼミなんですけど、通常のなんか、例えば担当基礎力完成講座とか、あと担当実践トレーニングとか、いろいろ担当系のものってコースに入ってたと思うんですが、担当ゼミをプラスするなんかメリットってどういうことかがあったかの教えていただけますか？メリットとして、一つはその条文の読み方っていうところを理解できるというのが、一つ大きいメリットだとは思いました。実際やっぱり条文を読み込むにあたって、最初不慣れといいますか、理解が追いついてこないと結構漫然と読んでしまうっていうところがどうしてもあったんですけれども、結局担当っても問題をこう作成する人がいて、どういうところが聞かれるっていうポイントがあったりだとか、結構その肝になる部分みたいなのがあるんですよね。ですよねと言いますか、あって、でそういったところって多分そのゼミの中でこう習得してたかなと自分の中で思ってまして、でそれが分かってくると、じゃあどこにこうしっかり注目して読まなければいけないかっていうのが分かるようになりますんで、そういう意味ではその条文の読み込み方が上手になったなっていう感覚はあります。であとは先生こう問答で教えていただけますんで、意外とこう自分でちゃんと分かってないなっていうところって自分で気づきにくいところがありましたんで、先生からこう指摘受けて、怠られないなっていうところは自分の理解が足りなかったんだなっていうのを、そこでこう気づかせていただけてる、いただけるっていうのは、すごくありがたかったかなと思います。なるほど。条文をですね、もしよかったら見せていただいてもいいですか？ちょっとだいぶ汚いんですけ今ど。ね、結構その話の中で、その条文の読すみいま込せん。みっていうのが、すごい可愛いですね。妻が作ってくれて。素晴らしい。写してもいいですか？大丈夫ですよ。こんな可愛らしい、なんか厳しい条文が優しく見えますけど、恥ずかしい可です愛らけど。しいアプリケがついて、条文の読み込みっていうのが、今ね、結構話出てきたんですけども、こう分厚さ分かりますかね？これプロジェクターで写すと結構ね、膨らんでる感じなんですよね。で、よくこの分厚さを見て大体担当受かるかどうかっていうのが 分かるって話してきたと思うんですけど、大体こう何回も何回もこう開いて読んでたりとか、こう線を引っ張ったりとかね、書き込みをすると、だん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 こう開ね、ここが分厚くなってくるんですよね。で、ちょうどもうこういうね、条文をもし私直前に見せられたら、確実に担当受かりますって言ってたと思うんですけど、結構ね、読んでますよね。これぐらいね、やっぱ膨らんでると。で、その膨らむ原因って、例えば、人によっていろいろ貼り付けすぎてたりとか、マーカーとかも全なんかすごい引っ張ってたりとかして、それで膨張して結構膨らむ人もいるんですけど、でも平原さんのこの条文を見ると、私が指示したことぐらいしか多分書き込みあんまないですよね。そうですね、そんなになんかすごい書き込みすぎてる感じはないし、でマーカーもすごいシンプルですよね。なんかこう多分これ番号の指示とか私したんだと思うんですけど、こういうね、ナンバリングの指示とかそういうのとか、でこういう書き込みっていうのはあれですか、なんか間違えた時に、そうですね、なんか結構延期期間で時間があったので、こう多分過去問解いてて、やっちまったなみたいな時に少しこう悔しくて書いたりとかっていうのは、プラなるスほでどしてまね。すけど。そういうね、書き込みがあったり、これ多分私が単アドの、表を転記するか貼り付けてくださそういでみすたいね。なね、こう指示をした部分とか、こういうね、本当に過不足がないっていうのはこういうことなんですよね。だから、どこが重要でどこが重要じゃないかっていうことが分かるような条文っていうことを作りたいっていうのがね、もともと指示の中でありますので。そういう意味ではすごく過不足がなくて、最低限のね、書き込みがあって、すごいいい条文じゃないかなと思いますね。ではですね、ちょっと論文についてお伺いしたいんですけど、論文は平原さんは、論文基礎力完成講座のほかに、どういった論文の勉強でされていましたか？一つは合格ナビゲートゼミで、先生の指導を受けていたのと、
あとは高志ゼミですね、はい、を取っていたのと、うん、であとは延期がありましたんで、うん、プラチナをサーティワンを取ることができたので、うん、まあ、この辺のところをまあプラスで取ってたような感じですね、うん、なるほどね、はい、合格ナビゲートゼミは、まあ、ベーシックコースの中で、プラスして取ることができるオプションの講座ですよね。で、論基礎編部分が確か6回うちのクラスではありましたので、まあ、そこでちょっとこう事例問題に触れて構成の練習とか、ね、していきましたけども、はい、高橋ゼミはどんな感じで進めるゼミでしたか。高橋ゼミは、うん、そうですね、位置づけ的に言うと、まあ、多分論基礎の後その本誌の前 の, その中間ぐらい の, その難易度のゼミに当たるのかなと思うんですけれども、うん、言ってしまうとこうステップアップのため の, この一段みたいなところの位置づけになるのかなと。で、そうですね、論文って、うん、結構その論基礎の中だけだとやっぱり少し問題解く回数だとか、あとはその何て言うんですかね、練習の回数だとかもちょっと足りないかなというところがあるかと思うんですけども、まあそういったところをまあ補うような位置づけといいますかものになるのかなと。で、高橋先生かなりこういろいろとこう親切に教えていただける方ですので、熱血教師みたいな人ですね。やっぱりその受験生の心構えじゃないですけど、うん、まあ、そういったところも含めてですね、うん、かなりこういろいろサポートしていただけますので、うん、まあ、精神的な意味でもこうすごく助けになるような、まあ、そういうようなゼミではありましたね、うんうん、はい。まあ、ちょっと平原さんの場合は先ほどねちらっとプラチナの時にプラチナの話が出た時にお伺いしましたけど、ちょっと延期があったので、まあ、その間にプラチナを受けられたってことですが、はい、じゃあ仮に延期がなかった場合ですね、はい、論文の勉強はどの辺まで、まあ、並行しようというか並行する予定でいましたか。論文の勉強自体は、うん、単基礎がまあ終わったタイミングぐらいからは、うん、ほとんど多分してなかったと思います、うんうん、担当の勉強の方にシフトしてたというような、うん、まあ、指示いただいてた通りのことで、うん、進めてたかと思いますので、うん、なるほど、はい、うん、そしたら延期が決まってから再開みたいな感じですよね、論文は。そうですね、はい、うん、まさに。なるほど、じゃあ延期した時間を結構じゃあ論文の勉強に使えたって感じなんですかね。結構使いましたね、はい、ちょっとねまとまった時間が必要ではありますもんね、論文の勉強ですね、はい、うん、そうですね、はい、勉強1日のですね、こう、まあ、差し支えない範囲で結構なんですけど、はい、まあ、1日のこう過ごし方というか、まあ、何時に起きてどの時間を勉強時間に当てて、で、まあ、何時ぐらいに帰宅してみたいな、ちょっとこうタイムスケジュールをですね教えていただけますか。そうですね、ちょっと直前期と、まあ、その前度でだいぶ生活のリズムが変わっているので、その前の方でもいいですね、延期が、うん、はい、テレワークになる前っていうか、うん、普通にお仕事通勤で行かれて。そうですね、基本的には通勤時間が、まあ、メインの勉強時間にはなってたんですけれども、うん、だいたい、朝の、まあ、片道電車の中で45分、うん、でお昼休み、まあ、30分ぐらい時間は取れますので、うん、プラス30分で帰りの電車の中で、45分で、うん、後の時間は、まあ、多分、まあ、小さい子供がいますので、まあ、子供を寝かしつけるのもちょっと妻にお願いして、うん、まあ、大体9時過ぎぐらいから、まあ、少しこう時間が取れるので、まあ、そこから1時間なり2時間なりっていうところをプラスでこう乗せていくっていうのが基本的なスタイルではあったんですけれども、うん、ただまあそれも結構こう時期によっては不規則にはなってたの で, そうですよ、ね、まあ、確実に勉強時間取れる通勤時間以外に関して言うと、うん、あまりこう決まった時間意識せずこう寄せ集めて勉強するっていうような感じではあったかなと思いますね、うん、なるほど、はい、私の印象だと平原さん結構出席率が高くて、はい、あんまり休まれてるイメージがないんですが、はい、まあ、生クラスが開講してる時期ですね、ちょっとコロナの影響でシャットアウト最後ね担当ゼミとかちょっとしちゃいましたけど、はい、生クラス開講してる時期って大体コンスタントに出席されてましたよね。そうですね、まあ、何回かちょっとお休みされたこともありましたけれども、うんうん、まあ、来れる
時はもう必ず来るようにはしてましたね。はい、あのそういうなんだろう、やっぱ通学の方がモチベーションが上がるとか、なんかそういうのありました？私の場合はありました。はい、あの逆に、まあ、そのなんていうか通信を余儀なくされた時間も経験されたと思うんですけど、はい、なんかうまくその自宅で通信をあのこう使うにあたってなんか注意点というか、プラチナは完全に通信だったじゃないですか。そうですね、はい、あれはなんかどういう感じで進められました？その1日例えばあれってまあ1日1時間なので、1日1日1時間ずつ受けられたのか、それともまとめて受ける日があったとか、なんかその通信ってどうやって使われてるのかなっていうのをお聞きしたいんですけど。はい、プラチナに関しては、そうですね、多分1日単位でこうテーマが、うん、テーマといいますか、あの題材があって、まあ、それでこう31日で完成するっていうようなあのシステムだったかと思うんですけれども、まあ、ただあの実際講義プラ1時間の実際の自分で問題を解いたりっていう時間プラスアルファかかるので、まあ、イメージ的にはあの2日であの1日分ぐらいの X 感じの進め方をしてたかなと。まあインプットアウトプット、まあ、自分でこう手を動かしてっていうところを、その日一日やって、例えば翌日の朝早く起きてあの1時間の授業を聞いたりとか、それかも夜にちょっと1時間聞いたりとか、うん、まあ、そんなような感じで使ってたかなとは思いますね。あれですよね、逆に通信の方がそのちょっとこうイレギュラーなことにも対応できるし、はい、自分の、ね、こう自分の時間で受けられるのでいい部分もありますよね。そうですね、はい、そういうところありますね。なるほど、ありがとうございます。そしたらですね、まあ、あのご家族もいらっしゃって、はい、まあ、あの大変な部分もすごいね、やっぱり人よりも多くあったかと思うんですけども、まあ、逆にこうちょっと心強いというか、あの心の支えになった部分もおありかと思うんですが、はい、あのまあ、比較的こう大きなクラスで、まあ、生クラスでね、あの受講されていたので、まあ、割とこう仲良くなった方とかもいらっしゃると思うんですけど、はい、なんかそのモチベーションの維持とか、スランプの時に、まあ、こうなんだろう、あのご自身のことでもいいし、クラスのお友達のことでもいいんですけど、まあ、こういう工夫したらそうモチベーションの維持に役立ったよみたいなことってあったら教えてください。先生のおっしゃった通りで、結構あの、うん、クラスに偶然なんですかね、あの小さい子供のいる、ね、同年代とか、ね、はい、本当になんか多かったですよね。はい、はい、あの、うん、なのでこう、まあ、苦労を共有できる人がいたっていうのは本当にありがたくて、うん、あの、まあ、普段ちょっと授業隣に座ってる人とかも、うん、やっぱり小さいお子さんいてすごいあの大変だって話は聞いて、うん、で、まあ、そういう意味ですごくこうみんなそういう人たちの存在は僕の心の支えになってましたね。あの通学がやっぱり良かったっていうところ、やっぱそういうところはすごくあったかなと、うん、私の場合はそういうところはあったかなとは思います、うん、で、まあ、モチベーションの維持っていうところなんですけれども、どうだろう、私の場合ちょっとそういう家庭の事情とか環境とかもある中でやってますから、なし途中でこう心が折れるなんてことはあまりこうとてもじゃないけど許されないっていうな、あの、そうですよね、ありましたんで、あの実際こうなんていうんですかね、弱音というかちょっと泣き言じゃない、ちょっとこう、うん、言うことはたとえあったとしても、うん、絶対受かるっていう気持ち自体はちょっと持ってたので、うん、あのそういう意味であの多分それは逆にその私の場合恵まれてたかなと思ってるんですけど、うん、まあ、やっぱり長いじゃないですか、うん、受験生活の中で。で先生、あの最初の方のガイダンスで確かおっしゃってたのが、はい、結局常時60度ぐらいの直前期100度ぐらい の, そのペースっていうところが、うん、まあ、試合運びみたいなことをおっしゃってたかと思うんですが、うん、大事だよと、はい、でそこはちょっと意識してたかなとは思いますね、うん、であんまりやっぱり頑張ってやろうとしてしまうってもやっぱり気持ちが続かないというか、モチベーションって結局維持しなきゃいけないで、モチベーションを上げなきゃいけないのにまた体力を使っているようだと結構辛くて、うんうん、なのでもう機械的にシステマチックにちょっとやるっていうようなことをまあ意識はしてたのかなとは思います、うんうん、まあ、そういう意味であの通勤時間にまあ与えられた課題、はい、まあ、そこもある程度こういうことをしてくださいって指示をいただいてますので、逆にそれをこなすっていうことを注力していれば、こなすための体力とか労力は必要ですけれども
ただ別にそこに難しいことを考える必要性はないので、うん、まあ、それをこう淡々とこなしていくっていう、まあ、60度ぐらいの感覚で、まあ、こなしていけば、まあ、自然とこう一日一日こう過ぎていくっていう、そういうような感じだったかなというふうに思いますかね、はい。なんか年間通してこの時期は結構精神的に辛かったなみたいな時期ありますか？直前期はやっぱり直前期ですか、やっぱり、まあ、担当の直前期ですか、論文担当の直前期ですかね、うん。でまあ、ちょっとイレギュラーなコロナ期間がありましたので、まあ、そうですよね、4ヶ月伸びましたからね、はい、あの期間は正直言うと、うん、かなりきつかったんですけど、うん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 、やっぱり本当直前期、特に担当で、うん、まあ、1週間前、2週間前は、はい、もうかなりこう気持ち的にもナーバスというか、うん、やっぱ それなりにやっぱ追い込んでやってたところもあったので、うんうん、さそうと結構辛かったんですけど、それ以外の期間に関しては、うん、逆にまあもうそのマラソンなりこうペースを守るっていうところを意識して、で、うん、さっき言ったみたいなもうカットできるところはカットできるっていうふうな指示もいただけるので、うん、まあ、そこはもう割り切って捨ててじゃないけど、ちょっとこう省力していって、注力しなきゃいけないところに注力するみたいな強弱をつけて進めていければ、うん、まあ、あまりそうモチベーションをこう維持しなきゃなっていうことを気にせずには進められたかなと思います。はい、結構性格的なことって私は試験の合否にも影響すると思ってるんですけど、はい、平原さんは割とこう何だろう、何でもこう素直にこう受け入れる力ってすごい優れてますよね。なんか何だろう、こう素直にそのまま受け入れて割り切ることは自分でこだわらずに結構ポンポン捨てていけたり、はい、割り切っていけたりとか。そういうところってもともと持ってるその性格なんですか、はい、それともなんかそういうふうにした方がいいよって言われて、なんか本当はいろいろこだわりたいんだけどそれ我慢したみたいなとこあります？そんなに難しくはなかったですか、はい、そのいろいろスケジュールに従うことだったりとか、もうここは別に捨てていいよって言われたことをもうこだわらずに捨ててちゃったりとか、なんか自分でこれ調べないと気が済まないみたいな人結構いるんですけど、わかります、結構やっぱ細かいところ気になる方とかいらっしゃる、うんうんうん、いますよね。そういうタイプではなかった感じなんですか、もともと。もともとのタイプというよりは、一応こう、うん、ある程度社会人経験もある中で、やっぱりこう多分この試験勉強の最終的な目的って、むしろ最終合格だと思うんですよね、うんうんうん。で最終合格をするために多分必要なノウハウだとかを、まあ、こう予備校を使って、うん、そこを活用してやるっていう考えた時に、どうでしょう、あまりそのために必要なことを多分教えてもらってるっていうことを、うん、まあ、それを実行していくだけだと思ってたといいますか、なのでもちろんこういろんなことを知りたいとか勉強したいっていう気持ちと、またその目的を達することとまたちょっと別なのかなと。で変なし、私が例えば予備校の先生とかでこのノウハウを研究する側であればいろいろ試したりとかしてもいいと思うんですけども、ただそういうわけではないので、目的のためにはこうした方がいいってことがちゃんと分かってたってことですよね、はい。なのでその辺はちょっと噛み砕いたというか、自分の中の理解の中でもう右も左も分からないので、私も、まずその実績のあるこのやり方っていうことはもう過去できっちり証明されているものですから、別にその中でしっかりこなしていって合格をするってことを達成すればいいかなっていう、まあそういう割り切りはあったかなと思います、はい。なるほど、はい。では次に、まあ一番聞きたいことなんだと思うんですけど、はい、まあズバリですね、この2020年の試験で、まあ、合格できた、まあ、一発合格できた決め手となったのは何だと思いますか？決め手というところだと、決め手、まあ2つもしあるとすると2つかなというふうに思ってまして、その1番という2つ、まあ、2つあるんですけど、はいはい、まあ、一つは私自身がちょっとその環境といいますか、この試験をやるにあたっての環境というところでは逆に僕の場合は恵まれてたかなというふうにはちょっと思ってはいるんですね。で、まあ、そもそもそのやるきっかけになったそのタイミングで妻もまだ妊娠中で、まあ、そんな中でやるってなった時に当然家族の理解となければ絶対始められないとは思うんですよ。そうですね、うん。で、まあ、幸いと言いますか、その妻が割とそういうその
努力をすることみたいなことに対する理解はすごくあって、実際弁理士で何するかとかも全然知らないんですよね。はい、私の身内も正直そもそもその資格がどういう資格か、はい、多分あんまり知ってる方もいなかったので、だけどこう頑張ろうっていうその気持ちみたいなところはすごく組んでくれて、でそれで許してもらって、でその中で妻の実家 の、まあ、ご家族の方も、はい、私 の母なんかもすごくご協力していただいて、はい、ずっとまあここまでやってこれたのは、まあ、その何ですかね、私自身の周りの人間、人たち その協力支えがあったことは、まあ、そもそもすごく恵まれてたかなと。であと仕事の当然都合だとか、このコロナの環境だとか、はい、やっぱ環境の変化いろいろある中で、それでもこう大きくそれが波状しないかったっていうのも、ついてたのかなという、幸運だったのかなっていう思いもありますし、やっぱ延期の4ヶ月ってすごく辛かったですけど、間違いなく私にとってはプラスだったと思うんですよね。合格する確率はやっぱり4ヶ月あったおかげで高まったっていうふうには思ってまして、そういうなんかいろんなこの幸運というか環境っていうところが恵まれてたのが一つ私の中では決め手になったのかなとは思ってます。でもう一つもあるとすれば、やっぱりその最後まで続けたっていうところだと思ってます。途中で辞めようと思えば多分そうですね、辞めることはできるんだと思うんですけども、もう最後その結局合格するっていう、もちろんダメだった時のシミュレーションとかも、もちろんするんですけど、はい、ただもう基本的には絶対に受かるものだっていうふうにもう決めて、そのために何をしなければいけないかっていうことをやっぱり考えながら進められたと、最後まで進められたっていうところで、あとはもう後悔のないようにっていうことだけは意識してやれたので、それが私にとってはすごく決め手になったのかなというふうに思ってます。環境が本当にこんだけ変化した受験生の、代っていうのはないと思うので、ただやっぱり一部でその環境の変化に乗れなかった人、うまく、同じような多分環境の人いっぱいいたと思うんですけど、それでも乗れなかった人もいる中で、それをうまく自分でこう柔軟に使うことができたっていうのは、平原さんのすごい優れたところだと思うし、私もだからそういう能力がやっぱり一番今回のね、この20年の試験ではそういう能力の高い人が、合格できたのかなと思ってるんですね。では、最後になるんですけども、今後の目標と、でこれから弁理士試験に挑戦される方へ、メッセージをお願いいたします。はい、まず今後の目標なんですけれども、私の場合ちょっと先ほども話したように、周りの環境にすごく恵まれて勉強できたというふうに思ってまして、で、本当にすごく大変だったんですけれども、ただもう自分の一人の力で、ここまでやってきた努力ってできたわけではなくて、やっぱり周りの人のおかげでさせてもらったものだというふうに思ってます。なので、どんな形でもいいので、やはりそのやってきたことっていうこと、学んできたことっていうところを、やっぱりその他の人のために、誰かのために使える、役に立てるような、そんな弁理士になりたいなというふうには思っています。で、これから勉強を始める方へのメッセージということなんですけれども、私ずっとこう勉強していく中で、ずっと感じてたのが、正直仮にこれうまくいかなかったとしても、多分僕最後にやってよかったなっていうふうには思えたかなと思います。そういう気持ちでやっぱりずっとやってましたし、後悔のないようにはやってたので、で非常にこう大変な試験ではあるんですね。やっぱりその範囲もひどいですし、勉強も大変ですけれども、ただ何でしょう、私の場合こうすごくなんかこう頑張ってみたいみたいな憧れみたいなものの中で、実はそもそもこうちょっと動機として持ってた人間で、そういうその何でしょう、自分の人生の中でこうチャレンジしたいみたいな、そういう気持ちがある人がもし私のようにいれば、ぜひもちろん許されればですけれども、環境としてただチャレンジする価値があるものだというふうに私も自信を持って言えますので、ぜひそういう方が同じようにチャレンジして、で合格して、で一緒に仕事できるように私ももちろんこれから頑張りますので、一緒にできればなというふうに思ってますので、ぜひチャレンジしてほしいなと思ってます。はい、
ありがとうございます。本当にゼロからのスタートで、見事ね、一発で合格されて、いろいろとね、貴重な話いただいたんですけど、私がやっぱり話の中で一番印象に残ってるのは、随時にですね、随所に家族の方のね、協力があったのでっていうことをおっしゃってるお話がすごく印象的なんですが、本当にサポートなしに一人ではちょっとね、できない、これは挑戦だとは思いますね。で、私たちも、そのサポートのね、一つになれればということで、いろいろとね、試行錯誤しながら、やっていますけども、平原さんのようなね、合格者が、これからもどんどんね、たくさん出るように、頑張っていきたいと思っています。じゃあ今日はですね、本当に貴重な時間、貴重なお時間をありがとうございました。これで一発合格者対談を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。